おはようございます。おじゃどファミリーです。えー、この動画は、えー、我が家にディズニー三兄弟が初めて来た日の、えー、動画なんですけども、この真ん中に映ってるミニーちゃん、メスですね、えー、について、今日はちょっと話したいと思います。えー、ミニーちゃん、 えー、唯一一匹だけ初日からご飯を食べる子でしてで体重も一番大きい重いかなうんあのー、まあどっしりとした体型で可愛いい感じなんですけど、まあ、安定的に うんご飯もまあがっつくし綺麗に平らげるそんな女の子だったんですけども実はうんミッキー同様にミニも現在体調を崩しておりましてミニ、ね、ちゃんは えっとまあ、これですね、えー、数日前からご飯を口にしなくなりました。うんまあ、もうミッキーと同じ症状、下痢、それから吐き気か、お吐ですね。えー、なんで うんまあ想像はついてるんですけども <laughs> これちょうど2頭とも体調崩してる時で、まあ、ミッキーが手前がミッキーですね、えー、このあとすぐに回復しだすんですけどそうですねまあミッキーと 同様に、まあ、ご飯を今食べてくれないので、えー、まあ注入器で、えー、流動食、まあ、ペースト状にしたものを、まあ、ある程度無理やり飲ませてますでまあミッキーと比べるとまだ 口は開けてくれるかなうん、口は開けてくれるんですけど、ただ心配なのが、えー、ここに来てミッキーより下痢と嘔吐の回数が、うん、増えてきてるんで、えー、ちょっと非常に心配なところですね。<laughs> で、あのー、また、 うん元気な姿、あ、これミッキーの元気な姿はお届けしたいと思うんですけど、おかげさまでミッキーが一旦落ち着きましたので、えー、ミニですね、えー、に、まあ、注力して、うん、しっかりと元気に、元気を取り戻すように、 したいと思っておりますでもう一つあのー、心配な気になる点があってそれはこれなんですけどその足足の感覚が左足かな今ちょっとないみたいで。 うんちょっとこれは突然のことなんで、すごいびっくりしてるんですけど、とりあえずちょっと病院に行ってきます。はい。病院行ってきました。えっ、ー、と、やっぱりあの体調不良から来てる、うん、感覚の麻痺みたいなので、体調が治れば、えー、足も、 元通りになるんじゃないかということですので、えー、まあ、ミッキー同様、大城とファミリー、全力で、えー、ミニの、えーの看病にいい当たっていきたいと思います、えー、引き続き続よろししくお願いします。